さあ LJL2019 スプリングスプリットウィーク8、まもなく次の試合、アンソールドスタッフゲーニング VS クレストゲーミングアクトの試合が始まろうとしております。さあ2位と3位の直接対決ということで、勝敗の上でも1勝1敗同士ということなんで、これどこでしょうか、注目するのは。まあそうですね、まずここの直接対決によって、はい、まあ2位に大きく影響が関わってくること、さらにはその下からバーニングコアが4位から迫ってきてますから、ここで USG としては負けられないですし、 CJ としてももちろん負けられない、まあ、重要な一戦になっていることは間違いない。その中で、まあ、鍵になってくるのが、 USG としては序盤に有利を作った後でゲームを決めきれないっていう問題点を抱えているところ、一方で CJ としてはレッドゲームが非常に強力なチームであるというところですよね。 USG としてはそれを打開するためにタッスル選手もしくはエンティ選手がゲームをエンゲージしていくきっかけを作らなければいけないんですよね。ただ本日の試合を見るとそこがまあうまくできていないのかなというふうに見えましたから、そうなってくるとこの短時間で解決するのは難しい中で、キーメーカー選手にどのような役割を持たせるのかというのがかなり重要になってくると思いますね。なるほど、時間帯がお互いに得意なところと異なるからこそゲーム展開かなり大事なのではないかということですね。そうなりますね。僕もちょっと気になったのが、先ほどのエンティ選手の話もしましたが、エンティフックタイプのエンゲージが特徴だと思うんですけども、今日、まあ、ちょっとタイミングが悪いところもありましたが、ガリオでそういったプレーができるようになりました。そしてグレンデルが日本人サポートの中でかなりアグレッシブなプレーを得意としていますし、今季、まあ、入ってきたところ CJ に入ってきたばっかりの選手なんですが、かなりいい、まあ、実況解説の中でも振られていると思いますが、パフォーマンスが非常にいいので、このサポボットの対決が大事だという話に踏まえて、やっぱサポートの良し悪し出てくるんじゃないかなと思いますね。なるほど、じゃあ皆さんボットサポート注目、そして時間帯も注目というところですね、はい、さあそれではまもなくアンソルドスタッフゲーミング VS クレストゲーミングアクトの試合、まもなくです。皆様こんにちは、 LJL2019 スプリングスプリットウィーク8ゲーム4、アンソールドスタッフゲーミング VS クレストゲーミングアクトの試合の模様をお送りいたします。実況を務めますアイズです。そして解説にはレボルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ2位と3位の直接対決、勝敗は1勝1敗、この試合が重要です。それでは両チームのスターター見ていきましょう。まずはアンソールドスタッフゲーミングのスターターです。トップアパメン、ジャングルタッスル、ミッドダッシャー、 ADC キーメーカー、サポートエンティとなっております。続きましてクレストゲーミングアクトのスターターです。トップナップ、ジャングルハチャメチャ、ミッドルナ、 ADC アート、サポートグレンデルとなっております。続いて両チームの注目選手です。アンソルドスタッフゲーミングからはジャングラーのタッスル、そしてクレストゲーミングアクトからもジャングラーのハチャメチャです。まあ、この両チームの戦いとなると20分以降の集団戦が鍵を握っているのは間違いない。そんな中でタッスル選手はチームのエンゲージ役を担っていますから、まあ、彼のチャンピオンの選択、そして集団戦でエンゲージが適切にできるかどうかというのが注目のポイントになっていくと思います。一方で CGA としてはですね、そのハチャメチャ選手の役割はエンゲージももちろんそうなんですが、序盤のゲームメイクというところは非常に重要になってきています。彼が連戦に対してプレッシャーをかけられるような序盤のジャングリングができると、非常に強力なソロレーナーであったりボットレーナーといったところを活かせますから、彼の15分までのジャングリングというところがかなり重要になってくるかなと思いますね。ただチャンピオンプールで見てもハチャメチャリーシン、2回ほど確か使用してるんですけど、あまりいいパフォーマンスではなかったんですよね。ガンク、彼のスタイルからするとそのガンクでテンポを作っていくというよりも、相手のジャングラーのルートを読み切ってカウンターでファーム差を広げていって、そのまま視界のコントロールにつなげていくという動きが多いですから、それを考えるとリーシンよりもファームの速いノクターンの方がスタイルとしては合ってるのかなという感じがしますね。ノクターンは2回使用、そしてリーシンは3回使用です。一方のタスラはまあ幅広いと、特にまあ仕掛けていくチャンピオンのプールが多いですかね。ジャーバン、今のメタだとジャーバンと、あとはエイトロックス、シンジャオあたりが候補になってきますかね。カミールはイーガモンスターに対してスタン発生しなくなりましたから難しくなりましたし、ザックもちょっと
ファームが遅いチャンピオンですから、そうなると序盤相手に渡してしまう可能性が高いので、ちょっとリスクがありますね。相手のピック次第では後出しでというところは可能ではありますけどね。あとどうですか、ちょっと変わったUSG マークですこれは。はい、若干遅かったですけど ね、まあ、カメラさんよく拾ってくれましたね。はい、ナイスカメラ。ちょっと気になってるのがですね、このジャングラー対決、イブリンなんかこうちょっと違うようなチャンピオンをこう秘策として出すのもありなのかなとは思ってるんですけど、出すとすれば僕は個人的にはちゃめちゃ選手かなと、彼のスタイルも合ってますし、レベル6になってからのガンクプレッシャーというのはとてつもなく高いですからね、楽しみではありますね。さあ、それではドラフト、始まったようなので見ていきましょう。ブルーサイドクレストゲーミングアクト、レッドサイドがアンソールドスタッフゲーミング、サイドの選択権はアンソールドスタッフゲーミングが所有しており、レッドサイドを選択しました。これはレボロさん、ダッシャーのカウンターチャンピオン出したいと、そうなってくると思います。一方で CGA としてはスウェイン4番ということで、ボットレーンに対してレーンの安定性を削ぐような、うん、ピックを見せてますね。この直接対決なんですけれども、実は1試合目キーメーカーがマルザハールを使用し、そしてアートはベインを使用して、そしてアンソルドスタッフゲーミングが勝利を収めました。そして2ゲーム目、2試合目の対決ではキーメーカーがエズリアル、そしてアートがブラッドミア、そして勝利を収めたのはクレストゲーミングアクトです。実はボットレーンの明治チャンピオンを使っている方が勝利しているというこの直接対決なんですね。まあ、これだけただバンされましたから、ボットレーンでピック可能性があるとすればビクターかブラッド、ただ最近だとトリスターナであったりカイサであったりといったところが出てきてますから、まあこれだけかなりボットレーンで使える明治チャンピオンバンされましたね。スイン、マルザハール、ジェイスをバンしたのはクレストゲーミングアクト、そしてアンソルドスタッフゲーミングがルシアン、カリスタ、ブラッドをバンしました。ファーストピックはジャーバン、ロックイン。まずははちゃめちゃ選手としてはエンゲージができるチャンピオン、そしてレベル2からガンク可能な、かなりバランスに優れたジャングラーから抑えてきましたね。だからトップジャーバンも一応ありますが、そうですね、トップジャーバンの可能性も十分あり得ると思います。ただリサンドラ、ルブランゾーイ、そうですね、ガリオといったところを取らなかったというのは気になりますが、ただゾーイはアンソルドスタッフゲーミングを抑えません。ガリオとエイトロックスから取っていきました。さあ、クレストゲーミングアクトの空コーチヌヌー見せてますが、まあナーフされたほど強いと、そうですねいう話もありますが、ただここで、そうですね、ブラウンも抑えて、あとはルブランというところが、まあ、比較的リスクの低いピックにはなります。あとはリサンドラも候補ではありますね。さあ、ブラムどちらを取るのか、カイサ、ボットレーンから決めていきます。そしてアンソールドスタッフゲーミングのファーストピックの3つ目、ビッグフェーズ1の3個目、何を取るのか。ここでミッドレーンを抑えて、そのミッドレーンのカウンターチャンピオンをバーンで2つ潰すという選択も取れますが、ちょっと気になるのが、ブルーサイド側の CGA がボットのピック可能なメイジのピックを2つ潰したということで、ちょっとここマックスも抑えてなければならないというふうな判断に切り替えてもおかしくはないですね。おこれどっちでしょう、チグスボト、ミッドもありえますが、ただスタイル的にはキーメーカー選手の方がこの可能性は高そうですね。いやー、ただこれはちょっと、あ、いや、今何か表情的にはピックミスのようにも思えます。さあ、ちょっと今審判とのやり取りがありましたから、この後の、対決次第、競技次第ではありますが、レボルさん、実はですね、ちょっと気になる情報がありまして、ダッシャー、先ほどの試合で LJL、このスプリング2019のスプリングが始まってですね、先ほどダッシャーがレーンでワンデッドしましたよね、ガンクをもらって、初めてレーニングフェーズでガンクをもらったシーンです。あれが、それまでガンクを1回ももらっ、もう食らってはいるんですけど、デッドしてないんですよ、かわしきってたと、はい、なんで初デッドなんです。実はかなりそれは大きいですね。でかなりですね、そのアンソルドスタッフゲーミングのコーチのラフイコーチっていう方がいるんですけど、かなり独特のコーチでして、2つリーグオブレジェンドには重要なことがあると、それは覇気と、
そしてスマートであることだと、はい、いうことを、まあ、言われてるんですね。で覇気という言葉はアンソルズサフゲーミングのチームメンバーにいろいろ聞いたんですけど、そのラフィコーチが作ったと言われていて、要はプレッシャーを与えること、簡単に言うとそうなんですけどっていう話はされてたんですけど、その一時的なプレッシャーではなくて、レーニングフェーズにおける常に俺はダメージを与えに行くぞっていうプレッシャーを常に相手に与えることが覇気っていう言葉らしいんですね。アグレッシブに行くと。でスマートというのが相手のジャングルをどこにいるかとか、要は頭の良さのプレイングのことなんですね。でその2つが必要であると。でその2つを兼ね備えているのがダッシャーだという話をしましたね。まあ、実際連のプレッシャーは凄まじいですし、そのゲーム1の V3 戦でトップレーンのジェイスがうまくいかなかったというのは、シンドラが、まあ、ダッシャー選手が使うシンドラがミッドレーンを抑えてトップレーンに対して本当に影響力出していたという部分も大きかったですからね。ただそのスマートな部分を V3 が上回ってダッシャー選手をガンクで倒したというのは大きなポイントでしたね。ちなみにアーパメンも今季調子がいいのはスマートさを覚えたからということらしいですね。いやこうなるとその、まあ、ナップ選手もアパメン選手もちょっとチャンピオンプールアーゴットであったり、うん、サイオンというところがナーフされてきた中でどう対応していくのかというのが楽しみな部分であるので、まあ、そのスマートさが他のチャンピオンでも出るとトップレーンからのプレッシャーとかまたぐっと増していきますから、ちょっとここ最近だとアパメン選手は特にサイオンをピックして耐えると、 まあその耐え方が素晴らしいんですが、今までだと押し込めていた分が押し込めなくなってしまっている部分があるので、まあそこの変化というのは僕個人的にはこの試合楽しみにしている部分ではありますね。実際このウィーク8サイラスがまあ使用できない、そしてまあサイオン、あとジェイスが強いということでジェイスがほぼバーンされる中で、トップレーンのチャンピオンピックというのがまあかなり重要になってますよね。間違いないと思いますね。まあ、エイトロックスをトップレーンで使ったり、あとはブラッドミアが、まあ、やはり多くありますが、うん、他にもライズであったりケネンであったりといったところのピックもトップレーンでは出てきています。あとはヨリックですよね、はい、今ちょっとそのジェイスを抜きにした際サイラスがいない中でヨリックに対してどう対応していくのか、ピオラでスプリットプッシュにしてもパワースパイクが遅いというところが挙げられますから、ヨリック対策というのは結構重要な要素なのかなと。ただここまでヨリックがこの今日出てきてないですから、うん、それぞれやはりある程度準備というのはできているのかなという感じしますね。まあ、ヨリックのカウンターで一応イレリアと、うん、あとはレネクトンですか。そうですね、レネクトンもただ、まあ、確実性という点 そのレネクトンはアーリーゲームこけてしまう、もしくはスノーボールできなかった際といった時のリスクが非常にありますから、まあ、まあ、でもあの LEC では先出しレネクトンが今流行ってるんですよね確か。そして、まあ、そのカウンターにオラフを征服者で出すと、うん、あれは、まあ、そもそもがカウンターだったのに征服者でなおさら強力になりましたからね。まあ、いう試合もありましたから、まあ、世界のメタというのもちょっと動きつつ、あるのかなと。まあ、あとレネクトンが出てくればトランドルとかもね、シバーナとか、そうですね、出てきてもおかしくないのかなと。ただちょっとトランドルに関して言うと E のスローのナーフがちょっとあまりにもまだ影響があるので、レネクトンのようなファイターよりも本当に魔王界のようなタンクと呼べるようなチャンピオンが出てきた時に出てくる可能性の方が高いのかなという感じがしますね。あのシバーナとか非常に強いと思うんですけど、今ジャングルシバーナのファームが非常に早いのでレベル4もしくは3でドラゴンが取れると。そうなんですよね、しかもドラゴン取った時のパッシブの上昇量というのがまた強化されてますから、うん、出てきてもおかしくないかなと個人的には思っていたんですが、ちょっとジャングルのところだと出てこないですね。やはりガンクプレッシャーがレベル6まであまりないというところが影響しているのかなと。レベル6になってからのプレッシャーでいうとやはりザックであったりイブリンであったりとかの方がちょっと高いので、はいはい、まあ確かに、まあ、そこのところでまだ少し評価が低いのかなという感じはしますね。あのロマン求めちゃダメですか？ AP シバーナっていうロマンを追い求めるっていうのはダメですか？ E で敵が解けるみたいな。それだと、まあ、うん、難しいところですよね。競技シーンでロマンが見れてそれが成功した時の、はい、まあ、なんでしょう、気持ちよさといったところは素晴らしいものがありますけど、はい、なかなか成功しないですからね。競技シーンでロマンは やはりそうですか。いや好きなんですけどね個人的には。あ
とはそのボットのところで、結構 AD キャリーのピックの幅も増えてきていると。今まではルシアン、エズリアルでそのところで、まあ、カイサーというところだったのが、うん、ルシアンの W のナーフによってカリサの方が連強くなってきたというところもあって、まあ、カリサのピックが増えてきた。そしてカリサに対してでいうとトリスターナというチャンピオンが、うん、スケールという部分、さらにはプレスアタック選択した時のバスダメージというところで戦えるプレッシャーがかけられるというところでトリスターナのピックも増えてきてますし、あとはアシア、バルスといったところも出てきて、あと今後だと、まあ、ニンコ AD キャリーが出てくる可能性があるというところで多様性がボットで生まれてきてますから、ボットのピックというのも非常に楽しみですよね。なんかちょっとあれですよね、パワーバランスがいい感じにできてますよね。そうですね、本当に ADC は選択肢が非常に豊富な状況になってるかなと。ただどうしてもジンクスやトゥイッチは出てこないんだなと。ジンクスは可能性あると思います。あ、ありますか。 あると思います。トゥイッチはちょっと連戦が苦しいですね。征服者がでも3秒の時は非常に強かったんですけど、今2秒ですからね、非常に強かったんですけどね。まあさすがに今はリーサルテンポなのかなという感じしますが、さあ、現在ですね情報、入ってきております。もうしばらくお待ちください。現在ですね情報入ってまいりました。どうやら、ピックの方はですねダッシャーのジグスピックからやり直しと、いうことが現在情報としては、入ってきております。はい、ジグスのピックはなしで、そこから、ピックをやり直すというような情報が現在入ってきております。もうしばらくお待ちいただければと思います。そうなると CGA のカイサのピックまでは、はい、そうですね、まあ、狙い通りだったというところですね、はい、レッドサイドアンソルズサフゲーミングのレッドサイドの3つ目のピック、が何に変わるのかというところになりますね。まあでもこの対決グレンデルもかなり重要な役割を担ってますから。そうなんですよね。しかも彼が得意なブラウムを取れていると、うん、もうこのブラウムのピックは確定ですから、ボットエンブラウムカイサで確定ですからね。まあ、やはりエンティはただレーンからかなり動くプレイヤーですから、うん、そこについていけるのかですよね。そうなりますね。さらにはその、まあ、確かにガリオサポートバーストダメージが出て強くはあるんですけど、物資のポジションが取れなかった時に、ええ、バーストターン出しに行く E のモーション見えてしまって、ちょっとダメージ取れといけないというような一つ欠点もありますから、ある程度やはり AD キャリー同士の部分で、アドバンテージが取れてないとガリオの連戦でのポテンシャルをフルに引き出せないというところがありますから、まあ、キーメーカー選手の、まあ、チャンピオンという選択もなってくるのは間違いないですね。いやーキーメーカーが何をピックするのか。カイサにはちなみに今世界的に見て何を当てるのが多いんですか。リスクが低いピックはシビアですね。あ、はい、プッシュで勝てますからリスクがあるピックだとしてはトリスターナになりますね。あとはベインですか。あ、なるほど。さあその2チャンピオンが空いている中、なんと選択したのはハイマーディンガー。どっちが使うんだ。これは分からないですね。キーメーカーになりそうな予感が。そうですね、そのダッシャー選手がプレッシャーを出していくというところが一つ USG の一つレーンフェーズでコアであることを考えると、うん、ロームが得意ではないハイマーディンガーを彼が使うという可能性は低そうですね。さあボットレーンのハイマーディンガー何でしょうね。LEC にいますよね。そうですね、ちょっと名前をボットレーンで ADC が非常に得意な、昨年まで G2 の AD キャリーの方でしたね。いましたが、さあそしてセカンドバンフェーズルブラン、ヨリック、ゾーイ、イレリアとバンが続きました。やはりヨリックトップのピックというのはかなり制限かけていきますね、うん、こうなるとただミッドのピックリサンドラというチャンピオンが今のメタチャンピオンの中だと残ってますが、全体として見ると仕掛けていくピックではない。そうですね、全体としては。そしてアーゴット、これアンソルドサフゲーミングが仕掛けていくチャンピオンじゃないということですよね。そうですね、やはりなんといってもハイバニー君がいますから、まあ、回答であるもしくはその集団周囲で戦うというところになりますから、うん、サイドレーンもしくはトップミッドではそのスプリットプッシュのプレッシャーがあった方がいいんですけどね。
ただアーゴットはスプリットプッシュないですよね。そうですね、ちょっと苦しいと思います。そしてスカーナジャーバンがトップですね。スカーナジャングル、そしてミッドレーンのピック、明かりはまだバフ前ですからかなり苦しいと思いますが、確かソロ級勝率、142対中最下位でしたっけ。140体以上のチャンピオンの中でも最下位です。 41% とかだったはずです、ソロ級の勝率が。そしてラストピック、アジール、睨み合いのところでアドバンテージを取ると、ハイマーディンガーのタレットも壊せるというところですね。ただこのハイマーボットに行きますよねっていう、もう前提で私は話してるんですけど、ダッシャー選手のスタイルからするとボットハイマーディンガーの可能性が高そうですが、これどっちが行きますかね。落ち着いてください、レボルさん、落ち着いてください。今、まあ、これでミッドはあこれで、ハイマーディンガーボットですねって言おうと思ったところだったのでちょっとびっくりしました。いや、どう3回言ったあたりで私はどうしようかなと思いましたが、まあちょっとドラフトでお互い仕掛けましたね。ジャーバンを見せてまずスカーナージャングルを取ったのがこのクレストゲーミングアクトと、まあ、集団戦がかなり強い構成であるのは間違いないですね。ただ序盤から動かすようなチャンピオンは基本的にはいないというか、いや、ただジャーバンはアーリーゲームレーンフェーズ非常にキルポテンシャルがありますから、トップサイドは序盤から動かせるようなピックになっていると思います。ナットハチャメチャで作っていくと。そうですね、ただルナとアート、この2名はかなりパースパイクの遅いチャンピオンなので、まあ、ボッツサイドはセーフティーに進めていくということになりそうですね。そしてアンソールドスタッフゲーミングがどうやらキーメーカーがハイマーディンガーで、ダッシャーはビクターです。かなりそのゾーンコントロールに長けた構成になっていますから、これは狙いはビクターのアルティメットでカイサもしくはアジールをゾーンアウトさせている間にフロントラインから叩いていく、集団戦を意識した構成になってますね。どちらも 1-4 のスプリットプッシュというような形、1-3-1ではないですね。ただこれアンソルドスタッフゲーミングとしてはゾーンコントロールが確かに得意ではありますけど、後からゾーンコントロールするというのはかなり難しい。チャンピオンたち揃ってますから、ポジションを取る必要があります。そうなんです、先にポジションを取る必要性があります。ってなると連戦勝たなくてはいけない。そうですね、まあ、勝たなくてはいけない、もしくはイーブン以上に取らなければならない。ただその USG が素晴らしい部分としては、その20分以降の連コントロールがとても非常にうまく、そこからのロームで先にポジションを取るというスタイルが徹底的にできるので、そこに自信を持ったピックなのかなと。あ、なるほど、彼らの強化してきたマクロの部分というのを生かすためのピックのように思いますね。自分たちの強みを分かっています、アンソルドスタッフゲーミング。それではもう間もなく試合スタートです。さあ始まりました LGL2019 スプリングスプリットウィーク8ゲーム4、アンソールドスタッフゲーミング VS クレストゲーミングアクトの試合スタートです。さあ注目の一戦です。まずは Who will win? クレストゲーミングアクトが 77% で勝つだろうと、まあ、順位表的にも上ではありますが、そして先ほど面白いですね、トップレーンナップ選手征服者、さらにはアート選手、そしてキーメーカー選手ともにテレポートです。ボットレーンはセーフティーに進めるようですね。そしてグレンデルが解放の魔導書、タッスルはアフターショックということで、ダイブをちょっと意識しているようなイメージです。もうガンプッシュする気満々です。キーメーカーボットのプッシュ能力は USG が非常に優れていますから、ボットのプッシュ勝ちからとボットサイド側の視界のコントロール、おっと割り当て変えました。んアパメン選手がミッドにいます。ダッシャー選手がトップレーンですね。おお本当ですね。これはレボルさん何が狙いということなんでしょうか。いやこれより不利になったような印象すらありますが、マッチアップ的に、はい、そのビクタートップが流行っていた時からそうだったんですが、唯一の弱点がガンクに非常に弱いということなんですよね、ええ、そしてジャーバンはガンクのセットアップが非常に得意です。ここのところでレベル1のところで大きく体力を削ってレベル2のガンクのセットアップができないような体力のアドバンテージを作らなければいけないんですが、ちょっとそれすらできていませんからね。まあ、さらに言うのであれば、このドラフト的にクレストゲーミングアクターはトップヘビーですよね。そうなりますね。ですから、はちゃめ選手もボートサイドからスタートしてますし、さらには何といっても、おっと、ナイスノックアップ、ダッシャーに対してナップ、1v1、
なんと勝ったー、ゾロキルー、ファーストブラッドナップ。危惧していたことが起こりました、レボルさん。ただまさかガンクなしで入るとは思いませんでした。ここはナップ選手が素晴らしいですね。ただ割り当ては変えないようです、アンソールドサフゲーミング。しかしですね、このこれでハチャメ選手は動きすごく楽になりました。トップガンクしなくても勝ってくれるわけですから、となるとボットのプッシュしてくるキーメーカー選手はエンティ選手を狙い撃つという選択肢も出てきますし、うん、ミッドにへのガンクというのも狙ってもいいですよね。選択しているルーンはプレデターです。まだリコールしていないのでブーツはありませんが、やはりミッドプッシュ勝てますからね。さあミッドから寄る動き、これはタッスル序盤からゲームを動かすというのはかなり苦しそうです。まあ、確かにそのビクターをミッドに置いたとしても、やはりパッシュバイトも進化させなければプッシュ負けてしまいますから、ええ、より、まあ、いいダメージが出ます。このボットのプッシュ勝ちというのが USG のその序盤のゲームメイクで大きな鍵を握ってますね。ここを崩されてしまうとトップもミッドもボットも全て抑え込まれられてしまって、はじめ選手に自由に動かれてしまいますから、何としてもボットはセーフティーに行わなければなりません。一方で CGA としては自分たちが勝てるトップサイドから有利を広げていく選択肢も取ってもいいですし、リスクをかけてボット勝ちに行くという選択を取ってもいいですね。ですから選択肢が豊富にある分だけ CGA が序盤ペースを握りやすい状況になっていると言えると思います。一番いい、まあ、効果的なのはどこですか。ボットレーンですね。ボットレーン、ボットの主導権を取り切ると、まあ、リスクが高いけど決まると大きいと。大きいですね。なんといってもハイマーディンガのタレット3つの中に飛び込むのは相当リスクが高いですが、スマイトで1つは消せますけど、あと2つ消すのがまあ難しい。とにかくプッシュしています、アンソルドサフゲーミングボットレーナー。それに対してそうですよね、まあ、これですよね。こうなりますね。いやナップがいい仕事をしました。これで確かにはちゃめちゃ動きやすそうだ、ミッドからトップにかけて。さらにはミッドレーンのところでもルナ選手が電気機ではなく水星で勝ってますから、レーンフェーズを置いても集団戦のパフォーマンスというのはかなり高いままですから、無理しなくてもいいという点も挙げられますよね。集団戦の性能でいうと CGA も決して USG に劣っているわけではないですからね。さらにはその集団戦の鍵を握っているダッシャー選手がビクターで育たないという点は非常に大きいですからね。ゾーニングするという点で、うん、やはりアルティメットのダメージであったり AOE スローであったりというところが重要なので、いいダメージです。アーパーメンどうする、ミッドレーンかなり苦しそうだ。リコールするか、いやここはまだ我慢のようです。ミニオンがかなり溜まっています。あ、リコールしました。テレポートは一応持ってはいますが、そしてトップレーンでもダメージトレード、決戦場からグラビティフィールドフラッシュを使わせる動きだ。ナップこれで次もうダッシャ選手はここから5分間トップレーンまともにレーニングできないですね。常にハチャメ選手の鍵に怯えなければなりませんから。ですから USG はこのタイミングでドラゴンを取る必要性があります。ここでドラゴンをある程度抑えておかないと、まあ、ここから5分間ですね、そのうちに USG はボットのアドバンテージ作ってドラゴンのコントロールを取らないと、アドバンテージを相手に一方的に渡してしまう形になります。さらにはスカーナーにクラウドドレイクが渡ったら、まあ、考えたくはないですよね、 USG からすると。冊子を買わなければいけない、ということになりますが、その点は重要ですよね。1300ゴールドが消えるわけですから、殺傷のために。ただクラウドドレイクをもし2つもしくは3つ持てば歩いてでも避けられると。そうなりますから、本当にクラウドドレイクの勝負というのは非常に重要になってますね。そういう意味ではハイマーディンド、ディンガーがいる分だけアンソルドスタッフゲーミングは取りやすそうではありますが、ただクレストゲーミングアクトアートしっかりと耐えて、なんとラストヒットでも勝っています。ワンウェーブ分の差がついている、これをうまく耐えれています。ただやはりレーンは常にプッシュされていますから、うん、ここをまあどうにかする必要性があると。 USG のプランですからね、このプッシュというのは。この後でもこのプッシュをどこにつなげていくか、やはりドラゴン、まずはドラゴンだ。まずはドラゴンですか。そしてその後ミッドへのところへのアクションプレッシャーですね、ボットサイド側の敵のジャングルの視界を通ってでスカーナのポジションを把握した上でミッドダイブ、うん、もしくはボットダイブですね。
さあアルティメットがそろそろナップ上がります。それに対してダッシャーフラッシュはない。ここでハチャメチャの位置というのがコントロールワードで移ります。タッスルも近くの場所にはいますが、ダッシャー選手ゴールドが足りなかったようですね。パッシュバイでも強化できてないですから、QもEも進化できていませんね。ワンドは購入はしていますが、まあビクターはアップグレードできるかどうかがもう全てといえば全てですよ。かからここで変えてないのはちょっと苦しいですね。そしてルナはどうやらファーストアイテムナッシャーズトゥースに行くようです。そしてアパメン選手はカウルを買ったことによってこれでかなりミッドレーンのところ楽になりましたね。仕掛けたエンティからの仕掛け、ただグレンデルしっかりシールドを張ってはいますがイグナイト、ただダメージは足りません。クレンズでイグナイト解除しましたね。さらにはキーメーカー選手がバスト出すタイミングでシールド張ったことによって生き残ることができましたね。さあただトップレーンダイブがある。グラビティフィールドカーストーンまで打った打者、これは一旦引きました。プレッシャーをもらってはいます打者。ここは非常にうまく対応したと思いますが、もうアルティメットがないので、帰らなければなりません。ただこれトップレーンにハチャメズ選手が見えましたから、おただタッスルの位置予測しているルナ、非常にいい警戒ですね。ボッツサイド側の視界はないんですが、ラプターが取られてないというところを見て待ってるなという判断ですね。ドラゴンストライク決戦場いった、これは倒せるんじゃないか。あと一発そのキレーナップ2回目。これはただハチャミザ選手のお膳立てでもありますよね。アルティメットを使わせてましたからね。そしてこれによってトッププレート2つ剥がせますね。ジャーバンであれば E のアタックスピードの増加といったところの効果もありますから、無理はしませんか。 A トークスのポジションが見えませんから1枚でどうやら終わりましたね。さあテレポートで出しちゃうトップレーンへ、レーン変えた方がいいのではと見てても思いますが、と思いますけどね。リプレイです。なるほど、シージミニオンのオートアタックすると見せかけての QE でのインですから、これは非常に難しいですね。しかもその EQ をちゃんと CG ミニに合わせてますから、しっかりと CS 戻ってると完璧なセットアップでしたね。まあミッドとトップレーンでは駆け引きが若干違うというのはこういった点ですかね。そうですね。さあそしてドラゴンをコントロールがちょっとできていません。さらにはナップ選手テレポートを使わずにトップレーンに戻ってます。一方でダッシャー選手がテレポートを使ってトップレーンに戻りました。ボットサイドのアクションでいうと CGA が今有利な状況になってますね、うん、ただ視界のアドバンテージを生かしてドラゴンのコントロールまでつなげますね。これまたフラッシュ落としにかかりますか。ダッシャーあと少しでフラッシュ上がるんですが、はじめちゃトップサイドコントロールワードもあるのでワードがないことは分かっています。プラスコンで入ってダッシャーの位置はただワンドリー移ってはいますが、ああもう大きく引きました。そしてクラウドドレイク獲得はアンソルドサフゲーミング、ただいったプレデター、届くのかこの距離でフラッシュがあればというようなシーンですが下がっています。いやーダッシャー、いやうまく耐えてると思いますね。ダッシャーじゃなければと、そうですね、ここまで今のところ引くというのはまずないと思いますから、今レーンの真ん中あたりであれば捕まってましたからね。あそこまで引いていたからこその動きでしたね。そしてアパメンミッドレーンに行ってはいますが耐えているというシーンが続きます。リフトヘラルドに触っている、これはタッスル気づきました。トップサイドのアクションであればキーメーカー選手とアト選手の間にテレポートの差がありますから、うん、USD としても十分人数のアドバンテージを活かして対抗可能ですね。アパメンをミッドに起用しているメリットがまだ見えてきません。確かにカウルを完成させたことによってミッドレーンは安定しました。だからプレートも最初割られて以降は剥がされてないですからね、うん、序盤の強さといったところは一つファーストリコールまでなんとか耐えてくれればというところだったのかもしれませんね。ただ序盤あるほどにこう強さを相手に押し付けるアンソルドスタッフゲーミングがこういった形というのは本当に予想外です。グレンデル移動中ですがスイートストップには、当たっていません。ツイートスポットですね、大変失礼いたしました。あ、そしてボットレーンでついにただこれプレートヘラルド取った後のナップ選手のテレポートありませんか。あります、テレポートした、ダブルテレポートじゃないですか。ナップとルナ、さあ2人ダブルテレポート、タイミング合わせていく。エンティとキーメーカー、これはキーメーカーフラッシュアウト、そしてエンティは捕まりました。
決戦場からまずは1キル獲得ルナ、うまい皇帝の分差レーで2キル獲得ルナ。さらにはリフトヘラルド召喚でミッドタワーを取ろうという動きですが、ここは間に合います。ただこれでなんとかダシア選手がファームタワープレートプレーン1枚剥がしてというところであるんですが、一方でアート選手に2アシストが入って、しかもタワープレート2枚、トレードでいうと圧倒的に CGA が有利なトレードですね。まあ、この点ですよね、トップレーンでテレポートを使わなかったことをこのシーンで生かしたと。通常ヘラルドを触って鳴き声が枯れた後の鳴き声が、ね、マップ全体に広がりましたから、このボットのダブルテレポートというのは予測できなかったと思いますね。いやブリンクついででキル拾ってますからね。しかもさあこれでタワープレートが30秒、アンソルドスタッフゲーミングがタワーは1タワープレート1枚、ボットで2枚ですね、3枚、そうですね、合計3枚ですが、ただこれボットレーンでもう1枚2枚剥がせますが、全体として見るとやはり CGA の方がタワープレートからの獲得ゴールド量というのは圧倒的に多いですね。これで合計5枚目、これを破壊すれば合計6枚になりますが、これでファーストタワー獲得したのはアンソルドスタッフゲーミングです。プレート分のゴールドも入りました。ただレボルさん、ここまで見てグローバルゴールド的にはクレストゲーミングアクトが2600ゴールドを上回っています。さらには互いに 1-4 という形で中盤に睨み合う可能性が非常に高いと、まあ、アパメン選手とダシア選手がどちらがその1に収まるのかわからないですが、睨み合いの状況の時にそのルナ選手がかなり育っているので 4-4 の睨み合いのところでアジールのプレッシャーが非常に高く、ハラスで負けてしまう可能性が高いと。頼みのハイマディンガーというところもすぐさまタレット破壊されてしまう可能性がありますからね。ですからやはり今の展開、そのままグローバルゴールドのアドバンテージがそのまま CGA のゲーム全体の有利につながっている状況だと思いますね。ダッシャーがここまでへこんでいる15分というのは初めて見たかもしれません。対面のナップとのゴールド差、なんと2000ゴールドの差があります。またしてもはちゃめちゃプレデター、これはグラビティフィールドを置いてその上で止めます。ダッシャー、これはうまいプレーだが、 CC チェインストップウォッチを貼ってフラッシュアウト、 AU 降臨で守る。ただカウンターはできない、ダッシャーの体力は低い。いや、ただこれよくさばきました。はちゃめ選手フラッシュ使ってないですからね。それに対してダッシャー選手フラッシュとストップウォッチを使わされましたから、よく耐えたのは間違いないんですが、交換でいうと CGA の方が有利な交換になっているのは間違いないですね。またアルティメット上がったらはちゃめちゃはダッシャーに行けばいいと。そしてそのプレッシャーがありますから、ダッシャー選手としては前に出れないですからね。となると通常であればビクターバー、おっとテレポートでトップレーンへ、ただボットレーンです、ボットレーンへのテレポート。そしてアパメンが投げて 2v2 の構図になったグレンデルが捕まってはいます。強化の劣行で時間を稼ぎますが、これはデッドしそうだ。ダッシャーのテレポートからあと一発がデスレイ避けたが、最後はオートアタック、ダッシャーのキルになりました。ただトップのセカンドタワー、そうですね、さらにはミッドレーンもアルティメット使ってウェーブクリアをして何とか耐えましたが、ドラゴンが取れますが、オーシャンドレイク、確かに睨みの状況で有効であるのは間違いないですが、得られたオブジェクトとしてはちょっとまだ弱いですね。ネクストドレイクもオーシャンです。この2つ目まで取れると USG はかなり楽になりますから、次のネクストのオーシャンドレイクというところの獲得を目指していきたいですね。ただもうすでにルナが2コア目、ルネエコーを購入せず、ロストセプチャプターを購入せず、ナッシャーからクリスタルセプター、もうこれ集団戦を考えてできると。さらには睨み合いの状態でのハラスの能力というのは上げてますね。クリスタルセプターにすることによって相手にスローがつき、そこからのカイサのダブルを当てやすくなりますから、こういう状況となるとアジール自身に対して大きなプレッシャーをかけない限りはアジールの独壇場になりますから、ここどうにかして USG としてはプレッシャーかけたいところですね。ただバックラインにプレッシャーをかけれるチャンピオンというのがいないですよね。そうなんですよね。ですからダッシャー選手が育てばアルティメットのプレッシャーで下がらせることができるので、やはり彼が育つことがチーム全体的にも重要になってますね。一方のクレストゲーミングアクター順調です。
アートがタワーを破壊して、これでアウター3本、いやアウター2本、そしてインナータワー1本、合計3本のタワーを獲得しています。クレストゲーミングアクト、残っているのはミッドのアウタータワーのみ。ただそこを守るのはハイマーを使うキーメーカーです。ウェーブクリアが非常に早い。 CGA と違い USG はおっとフラッシュを使用して逃げます。はちめちゃん、ここはナイストラップでした。そうですね、ジャングルとサポート、特にエンティ選手が使うガリオサポートはマップ全体に対してプレッシャーを与えられますから、この状況でガリオのプレッシャーを生かしてサイドレーンの状況をコントロールしたいですね。だからそこをトップサイド の, そのアパメン選手に使うのか、それともボートサイドのダッシャー選手に使うのかというところは、ダッシャー選手に対してサポートのような形でプレッシャーをかけた方がいいのかなという感じがします。一方で CGA もそれが分かっているので、レーンワードを置いてミッド周辺サイドに対してしっかりとワードを置いてエンティ選手の動きを把握するというのが狙いのワーディングしっかりと行われてますね。さらにはトップレーンのプッシュアドバンテージしっかりと持っていますから、それを生かして先にグループアップするぞというような圧力をかけてますね。少数戦仕掛けることができればこの時間帯であればクレストゲーミングアクトの方が有利であると。かなり有利ですね。ゴールドの関係上装備を整ってますし、アート選手も急進化も行えてますから、少数戦を行ったとしても十分影響力を出せるような状況になってますね。さあそのミッド周辺、やはりワードというところが鍵になってきそうですが、視界スコアではクレストゲーミングアクトが圧勝しています。ハチャメチャ31、そしてグレンデルも現在40に、到達しています。一方のタッスルが視界スコアなんと18、ちょっと珍しいですか。珍しいですね、タッスルがここまで低いと。ただまあそのしっかりとワードを置いているのは間違いないので、そこに映らなかっただけという影響はありそうですね。ハチャメ選手はトップサイドでプレス時間が長かったというところもありますからね。一方でタッス選手はボットサイド側のワーディングというところを行ってましたから ね, そして USG はボットプッシュした後ミッドレーンにダッシャー選手が合流します。で合流した後の動きというところが重要になってくるわけですが、まだ狙うオブジェクト、ミッドのファスターを取りに行くにはこの状況だとちょっとリスクがありますから、やはり次のドラゴンを見据えて視界コントロールというのを丁寧に続けていくという形になりそうですね。とにかくトラップを張ってはいるんですが、そこには引っかかりません。ルナ一人でさらにはデアードまでできている。ただクレストゲーミングアクトもこのミッドレーンのアウタータワーを折るのが遅いとなると、アンソルドスタッフゲーミングの逆転の一手というのを許してしまう時間が多くなります。バロンはすでに沸きました。20分です。現在 CGA はバロンが非常に速い構成です。グインソーもできていますよ。アジール回線がいますからね。さらにはジャーバンの E のアタックスピードの増加という効果も含めると、USG としてはトップサイドの視界のケアというのをもう行っておかないとまずいような状況になってますね。もし次はマウンテンだったらと思うとゾッとしますよね、USG からすると。一方で CG からするとマウンテンが欲しかったなという状況ではありますが、ただマウンテンがなかったとしてもこれはバロンとても速いですから、まあジールもカイサも速いですからね。そしてナップが2コア目完成している、タイタンハイドラブラッククリーバー、ビスケットも3つ残すほどの余裕があります。さあようやくミッドのアウタータワー獲得、クレストゲーミングアクト、さらにはボットのインナータワーもアートが触れる、そういった状況を作れています。1-3-1を続けているようで1-1-3というようなローテーションの仕方。グレンデル選手とハチメツ選手がプレッシャーかけられるところ、タワー確実に取れるところに対してプレッシャーかけてきましたね。さらにはその前のところでナップ選手があまりプレッシャーを受けないようにトップサイドのワーディングなどをしてから切り替えてますから、トータルで見ると全体的にプレッシャーかかるような状況になってましたね。さあオーシャンドレイク獲得、クレストゲーミングアクト、そしてネクスタクラウドドレイク、おっとおっと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 、確かにハイマーディンガーも速いですね。ブラストコンどうする、いった、そしてここからタレットが置けます。ただ耐えられるか、タッスル8ロックスがテレポートでタレットを守りながら、ただこのテレポートは映っていない。いや素晴らしい、バロンをこの時間で取れるのか。ワールドエンダーを使ってタッスルタンク車生き返ることができる。ダッシャーが寄ることによってなんとバロンが取れる。ハイマーはこれがあるので気をつけなくてはいけない。
確かにハイマーリッカーも早かったですね。先ほど言うのを忘れてましたね。これは大きいですね。この3、ただ5000ゴールド差のグローバルゴールドというのは変わらないですから、まだ CGA が有利なのは間違いないと。このバロンバフを生かして押し上げて、タワーまだボットのファスターしか取れてないですから、なんとかしてタワーを取りに行きたいですね。3本取れれば逆転の、可能性が出てきますが、アパメンも2コア、完成しました。シタッスルも2コアが完成しました。徐々にパワースパイクを迎えつつありますか。そう言えると思いますね。あとはただまだ時間がかかりますから、うん、そうですね、ここまで差があるとなると打者選手のパッシブアイテムの強化というのは必須ですし、キーメーカー選手としても3アイテム欲しいところでありますね。ボイドスタッフ、ただ難しいところですね。選択肢としてはボイドスタッフかライアン乗りの仮面か、もしくはクリスタルセプターか。もうダッシャーがトップレーンの場所にいるってだけで頭がまだ混乱しているんですけど。テレポートはクールダウンですがボットレーンに向かいます。ナッパはテレポートの有利がある、そういったボットレーン状況です。ただテレポートを使ったかどうか、ダッシャー選手がテレポートを使ったかどうか確認 CJ できてないと思いますから。ああ確かにバロンピット内にしましたからね、うん、はい、その情報というのは多分ないと思いますね。ただ戦闘をしようという意識はかなり高いと思います。はちゃめちゃが捕まえに行こうとしているナップも寄ってはいますが、その動きというのはワードで見えています。さあクレストゲーミングアクト、どうやってゲームエンドを迎えることをするのか。トップレーンにはアパメン、さあ揺さぶり始めました。アンソールドスタッフゲーミング戦闘がしたいクレストゲーミングアクト、ただ届きません。このやはりレーンのコントロールですよね。プッシュして、そして相手を動かして、その反対側でまたプッシュすると、そしてそれがバロンバフによってより行いやすくなってますから、こういったところのローテーションのアドバンテージ USC としては作れますね。そして CJ としてもそれが分かっているので、あえてトップを捨てて次の展開の一手を打つためにナップ選手がボットに対してプッシュをかけましたね。ただボットのインナーに触ることができています。ナップトップのアウタータワー獲得、アンソールドスタッフゲーミング破壊間に合いそうです。さあこれでインナータワー破壊成功、クレストゲーミングアクト、これでタワー合計5本目です。まだトータルとしては CJ 有利ですから、どうやって仕掛けるのか。一方で USC としては仕掛けさせずにコントロールし続けて、アパメン選手がそうですね、ガーゴイルストーンプレート完成すると集団戦非常にやりやすくなるので、彼にファームを少し集めたいところがありますね、うん、あとどうですか、そのバロン前にもう陣取ってしまえばそうですねいいというのは確かにありますね。ただやはりストップウォッチそれぞれ買ってはいますが、一方で CGA もストップウォッチしっかりと買ってますから、となるとちょっとリスクは USG の方が高くなってしまうのかなと、 CGA からすると望むところなのかなという感じですね。クレストゲーミングアクトがストップウォッチ3つ、そしてアンソルドスタッフゲーミングは4つストップウォッチが持っています。さあリーグオブストップウォッチの始まりです。次の集団戦は何回キーンと言いますかね。まあ包括的に当たったら7回はなるんじゃないですかね全部です、はい、全部です。さあドラゴンです。クラウドレイク重要な、クラウドレイクです。ハチャメシにとってみても、そしてアンソルドサフゲーミングにとってみてもです。ビジタワーによってミッドレーンを強引に押し上げているのがこのルナ。さらにはボイドスタッフもできてますから、ハラスのダメージが凄まじく高くなってますね。さあグループアップしましたアンソルドサフゲーミング、ただ仕掛けることができない。クレストゲーミングアクトは視界の有利をうまく生かして体を隠しています。ルナのポーク、ハチャメチャのプレッシャー、プレデターを使って誰を狙う、ダッシャーを狙うのか、フラッシュは一応ありますが、おっと面白い位置を捕まえた。そんなところが取れるのか。さあそのまま前に行く、それはシーンから始めて、もう一度ダッシュを狙います。ダッシャー前に出ていって決戦場、ナップが捕まえることに成功。これでルナのダメージが届きました。タレットによって、いや時間は稼いでいるもののダメージが足りません。2キル獲得、クレストゲーミングアクト、そのままキラーボイドいった。あと強気なプレー、これによってドラゴンストライクなんと届きました。キーメーカーダウン、アバメンのアルティメットによってアートはデッドはするものの、これで4キル、いや3キル獲得したのはクレストゲーミングアクト、13トレードです、うん、これでドラゴンを取って
ってという形になります。バロンまでは50秒ありますから、アート選手のデスタイマーというところも大きな問題ではありませんが、ちょっと持てなかったような印象もありましたが、ただこれハチャメツ選手のアルティメットの打ち方面白かったですね。下がりよと見せかけてからのアルティメットでしたから、ここですね。しかも Q のスキルのモーションを見てる最中、打ってる最中ですから、 A トークスとしてもアルティメットをキャストできないタイミングでよく使いましたね。細かいプレーですけど、かなりいいアルティメットですよね、これは。見事ですね。かなり、まあ、タイミングはシビア、だったと思いますが、ここはエンティ選手よく捕まえましたね。おっと、そしてリプレイから戻ってきて、なんとハチャメチャが捕まっているデスクラインで当てた。タスラートはダメージしたい。そしてエンティが時間を稼ぐ動き、エンティが1人で3人を引きつける。この間に1キル獲得、アンソールドスタッフゲーミング。まだエンティ時間を稼ぐ。ここで11トレードになりました。ただジャングラーとサポートのトレードです。ジャングラーがいない、アンソールドスタッフゲーミングはバロンのチャンスではありますが、クレストゲーミングアクトどうする。バロンはどうやら選択しないようです。アンソールドスタッフゲーミング、グレンデル選手がスマイト持ってますよ。なるほど。ただレベルは11、さすがにいけないですね。2レベル差ありますからね。ただですから USG としてもバロンへの警戒というのをちょっとやめるわけにはいかない状況になってますね。一旦リコールです。ここからはそうですね、先ほどの戦闘でアパメン選手が上がるソンプレート完成しましたから、フロントラインというのも張りやすくなりましたね。ただシールド量が落ちている分だけ、やはりアーゴって柔らかいですね。そうですね、柔らかいですね。スケールも半分になりましたからね。そしてルナのダメージがちょっともう無視できないような、ダメージになっていますすでにデスキャップが完成。アダプティブヘルム欲しいところですね、フロントラインを張るのであれば。急いでますかね、アパメン選手も。まあ向かってはいます。そしてフラッシュがクールダウンなのでサモナースペルをイグナイトに変えている。ただこのルナとアートを狙うプレイヤーが本当にアンソールドスタッフゲーミングはいない。一方のクレストゲーミングアクトはハチャメチャが仕掛けてそれをサポートするような形で集団戦を勝っています。さあバロンがアップしている状況か。まあ触るならもうこの状況であればクレストゲーミングアクトですか。そうなると思います。その際にしっかりとナップ選手が寄っていることが重要になってきますね。ああナップが寄ることが重要であると。ナップがただミッドレーンへ、ここはうまくタッスルが止めて、ただインベイル決まっている。ダッシャーデッドルナのキルになります。いやこれはもう CGA のセットアップが見事ですね。今見てもください、トップサイド側のコントロールワード、そしてワーディング、一方で USG のワード全くないですから、ボットサイド側からナップ選手が仕掛けることによってわざとトップサイド側にダッシャー選手を逃がしましたね。それによって、うわ、そしてルナのダメージ、タッスルがもうタンクできません。フリーバロン、フリーバロンか。これでクレストゲーミングアクトがバロン獲得。ミッドのアウタータワーも守ります。あとはこの間に、まあ、テレポートこそないですが113もしくは14の形をして、まあ、狙っていくと、うん、インヒビター、この流れと2つ欲しいところではありますが、 USC がウェーブクリア早い構成ではあるので、そこはちょっと慎重に行わなければなりませんね。さあそのインフィビタータワーへどのレーンから行くか。トップレーンはもうすでにプッシュウェーブです。クレストゲーミングアクト、そしてもうミッドレーンにグループアップしています。ボットレーンのウェーブコントローラーどうやらするつもりはないと。いやただもう取れてますかね。もう取れている、取れてますね。レッドバフもただ取りません。テレポート、テレポート、テレポート、このテレポート映るんじゃないか、近くにいるぞ。さあ仕掛けに行くアンソルトスタッフゲーミング、まずエンティの仕掛けからナップに対してフルフォーカス。ただナップはまずはストップウォッチ、ガーディエンジェルはありますが、アーパメン近くによる氷河の烈光でエンティを捕まえて1キル獲得。さあデスクラインで、ただフリーは発動しません。ガーディエンジェルが先に落ちる。そしてインペルで捕まえているのがなんとハチャメチャだ。これによってまたしてもキル獲得、クレスゲーミングアクト。ダッシャーは逃げる、ダッシャーは逃げる、ただ追撃3人、これは逃げようがありません。さらにブリンクインしてくるルナ、なんと体力10割残っていて、フラッシュで皇帝の分差でアウトプレーを狙いますが、ここは届きませんでした。それでも4キル獲得、クレスゲーミングアクト。最後に行ったのはアート、決めてエース獲得。2位と3位の直接対決、重要な試合でしたが、気さくに走ったのはアンソールドスタッフゲーミング、それを上回りましたクレストゲーミングアクトの勝利です。もうなんといってもナップ選手のレベル2のソロキルからゲーム始まりましたよね。あのプレッシャーによってハチャメツ選手が非常に動きやすそうにトップからミッドから駆け抜けていった。一方で USD としても
ボットのプッシュのアドバンテージを生かしてボットサイドからゲームを作ろうとしましたが、アート選手、グレンデル選手、気持ちを切らさずにしっかりと耐え切ってましたからね。非常に、まあ、CGA 全体の方が安定したゲーム運びをできたというふうに言えると思いますね。結局なぜという疑問しかちょっと残らない、アンソルドスタッフゲーミングの、まあ、ローテーションでしたね。ちょっと今考えてもやはりそのビクターの弱さ、オールインに対してアーリーゲームは強くない、Q のシールド量も減ってますからね。それを考えるとやはりちょっと首をかしげてしまうようなスタート配置でしたね。そしてナップはまた言えますかね、ソロキルしろよと言われてたんでとソロキルしましたと2回できたんで許してくださいよと。リプレイハイライトです。まあ、このテレポートさですよね。トップレーンで2回目のソロキルをした際のカバーで出した選手はテレポートを使いました。一方でナップ選手はテレポートを使ってなかった、それを生かした動きでしたね。さらにはこのカバーのためにミッドからボットにかけて USJ は寄せていましたから、取ったヘラルドをすぐさまミッドレーンでも使えたというところも大きかったですね。そしてここ最後のところですよね。ワード置いたんですね、ルナ選手。ああ、これによってあと近づいてテレポート分かりましたかね。分かりましたかね。さらにはこのナップ選手に対してデスグラインダー打ってるんですけど、ガーディアンエンジェルだったので、アイさんが実況中にもおっしゃった通りフリーが発動しない、全くちょっと効果の薄いアルティメットになってしまいましたね。いや、まあ、あとは決めるだけと。そうなりましたね。ただ最後のアート選手のこの W の精度、さあブレイクダウン、もう序盤から、まあ、ナップのソロキルから始まり、最後はキャリー2人が締めると。見事なゲーム運びだったと思います。一度、まあ、スニックバロンされた際のところが少し、まあ、ゴールのところを詰められてしまいましたが、うん、ゲームのテンポとしては一切渡してませんでしたから、 CGA の干渉というような内容だったと思いますね。そしてこの勝利によってクレストゲーミングアクトは2位がかなり安泰、さらにはアンソールドスタッフゲーミングがプレーオフに進出というのがかなり厳しくと、なってくる、他のチームが、登ってこれるチャンスが生まれました。すぐ後ろにバーニングコアが7勝で、追いかけてきてますからね。さあそれでは、勝利したアンソールドスタッフゲーミングからまずは MVP の、投票に、あ、大変失礼しましたクレストゲーミングアクトのまずは投票に移りたいと思います。大変失礼いたしました。さあ勝利したクレストゲーミングアクトより MVPウィーク MVP を視聴者の皆様に決めていただきたいと思います。ツイッターにてハッシュタグの後に選手名をつけてツイートして投票してください。投票受付時間はこれより3分間です。さあというわけで前回素晴らしいパフォーマンスを見せたというのは間違いないんですが、ただやっぱりトップのソロキル、しかも2回という影響、うん、どちらもゲームに対して大きな影響力を発揮したということで、ナップ選手を僕は選びたいですかね。僕はルナですかね。そうなんですよね。まあ悩ましいところではありますね。はいはい、さあそれでは、勝利したクレストゲーミング、アクトより、クレストゲーミングアクトより、グレンデル選手のインタビューがどうやら、準備ができているということですので、武田さんお願いいたします。はい、さあこちらにはクレストゲーミングアクトよりグレンデル選手に来ていただきました。さあということで2位3位直接対決ということで重要な試合勝ちましたが、いかがでしょうか。そうですね、先週 USJ に勝ってた、先々週 USJ 勝ってたんですけど、すごいこう苦しい中での勝利だったんで、こういう風に早くから有利作れて勝てたの素直にとても嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、今見て分かるようにまだインタビューで緊張する程度には LJL 今シーズンから初めての参加というところだと思うんですけれども、現在2位につけています。この結果について自分はどう思ってますか。そうですね、なんかやっぱ前が僕が入る前が最下位からのスタートだったんで、まあ、気持ちとしては本当に少しでも上に食らいつくつもりだったんですけど、まあ、周りも強く、まあ、僕も普通なりに頑張ってるんで、まあ、この順位でいけたのかなって思います。普通なりにねというところで、そんな中だと今周りが強くという話もありました。今日もナープ選手2回のソロキロ達成しました。彼のあの調子の差は何なんでしょうね。そうですね、彼はこう1回波に乗るともう止まらないソロキル、ソロキル、前のバーニングコアの高校選手倒した時もそうだったんで、やっぱもう最初に乗りに乗った時にもこの試合勝ったなって思いましたね。それぐらいの信頼があるということなんですね。それで言いますと今日乗りに乗っていると言いますと、ちょっとアーツ選手が行き過ぎてしまったのはちょっと突然消えてしまったシーンがあったと思うんですが、あそこどういうコミュニケーションだったのかちょっと教えてもらってもいいですか。
そうですね、もうエンドいけるかなと思ったけど、あとアイゴって言いながら突撃して、まあすごく行きたくなかったけどフラッシュダブルして目の前で処刑されてたんで、まあまあまあ勝ったんで、まあまあまあ次から気をつけますまだちょっと自分がまだ普通だからなかなかいいこと聞いてくれないのかもしれませんね。わかりました、ありがとうございます。さあ、そしてインタビューで横にいるとグレンデル選手すげえいい匂いするんですよねえ、なんでこんないい匂いするんですか。いや、そうですね、ファンの方にいただいた香水つけてきたので多分それが、なるほど。じゃあ視聴者見てる方はぜひね、会場に来てね、ファンミーティングでこの匂いも感じていただきたいですぜひ会場の方ね、来ていただきたいということで、さあこの後戦国ゲーミングですけれども、ここから一戦一戦より大事になってきますが、意気込みの方よろしくお願いします。カメラに向かって、はい、今の僕たちなら、まあ、負ける気はしないので、この調子のまま勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ゲーミングアクトよりグレンデル選手に来ていただきました。さあ、それでは次の試合までインターバルです。